ならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よいでよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、手を離せ、島を守れ、かかれ。どうだったこのジレッコムさん。切り替えても前進せねばなるまいさ。ご下士よ、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。もうこともの新手だ。切り捨て。おらら、うわっ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 、
pas avec quelqu'un. Uko! Wow, wow, wow. Pour bloquer. された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。Tu vas mourir, toi. Voilà.Ok, je sais pas si il lui a coupé la tête ou il a juste assommé.
Cet oreiller n'a pas l'air très confortable. Ah, ça bataille toujours, hein. Bon, maintenant il va falloir les présentations. Bonjour à tous les amis, je suis XM. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de mon let's play sur le jeu Ghost of Tsushima. Alors, de ce que j'ai pu voir, et vous aussi d'ailleurs, dans le commencement de ce jeu, donc moi je suis Jin Sakai, ce personnage là, un samouraï qui combattait une impitoyable armée mongole qui a attaqué l'île de Tsushima, du coup, dans le but de conquérir le reste du Japon. Donc on a été blessé, attaqué dans tous les sens. L'oncle de notre personnage a été tué ou assommé. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc voilà, donc on se réveille ici, on a été à peu près soigné, on voit qu'il y a des bâtiments en feu en face. Donc Oups. On va descendre voir ce qui se passe. Donc on va essayer de ne pas faire sonner l'alarme, même si tout le monde regarde par ici. Oh. Tu peux nous voir là? On verra. Donc c'est ce genre de jeu où tu peux avancer et faire tout ce que tu veux sans que personne te voie. 誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。あ、もう鎧だ。だがあるだけありがたい。もう、一回、ちょっと、この辺を見てみよう。De toute façon, je ne peux pas sortir parce que ici il y a deux ennemis. Si je sors par là. Ça craint par là, je crois. Hein. おそらく太刀はここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。ああ殺さないで。死ぬのめね。おめを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってね。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。
Mais il a un bouclier énorme sur lui, la hache. シムラ殿は戦場におられたか。地頭の知らないね。ユナ、待て。グラサシタバシ。シムラ殿は俺の叔父だ。あんたが社会人か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。もうここに囚われてるけど。ああ、トミー。場所はわかるか。東の海岸沿い。カネタの木であろう。叔父上を捕らえたことで、守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば、猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。抗うの。通って。おう、メアン。よし。サバを漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。Elle est descendue, j'ai même pas compris. Ah ouais. Descends. Mais. J'ai pas compris où est-ce qu'elle est passée. Ah, elle est là.
ああ、なるさま。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だが、まだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか？これは酒井家の宝刀。戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか？いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。ああ、そこもす。マニフィック。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみろ。よろしい。さように戦えれば朝をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が優悪武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。よし、まだ攻めるな。撃てと申したか？無意に動いたなら、よく防いだな。疲れた。休みませんか？まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。よし。Ces suivants sont de détermination. Vous pouvez puiser dans votre détermination pour soigner et utiliser les compétences spéciales. D'accord. Faites monter votre détermination en utilisant les ennemis à part les attaques et en utilisant votre compétence avancée. Ok. Vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de temps.焦ってはならん。撃たれる刹那に受け流せ。恐れるでない、撃たれる刹那を狙え。これが木刀でよかったな。立つしておるな。良い構えだ。休まれますか？
お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。よい切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ陣。手を上げた。飯の前に。Déjà? あと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。オプス。馬はどこにおる。馬屋にいるかも。来て。あれもと趣味。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。武士道ないだろうね。もう隠れる。太刀も取り返した。ちょっとパモート。どう一人も逃がすでない。サムライゴールショー。ちょっとだけわからねえ。
ありがとうございます。おら、カメラ、ちょっと待って。お侍は死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじ上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじ上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。C'est équitable。Allez, je veux du combat. Continuons. Coucou. On bat les couilles. Ouh. Ah, 2 contre 1. Umaya, isogo. Bon, c'est nul ça. Ça te prévient quand ça arrive. J'aime bien enlever cette option. どうどう似合ってる。名を付けねばな。ce cheval blanc vous accompagnera tout au long de votre aventure。 oui oui je suis d'accord。 Nobu Makoto no Kokoro。 Nobu Sora Cage。 j'aime bien Nobu。Et voilà. Bon les amis, on va se quitter ici pour cette première partie de la vidéo de ce Let's Play sur Ghost of Tsushima. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie. À bientôt.